君すりに出産したいですっていう子が現れるの。でそれがなんと推してたアイドルの愛なの。愛妊娠した。で再び目を覚ました五郎はなんと愛の息子に転生してるっていう。アイドルファンが呼ぶ推しの子ということで始まるぞ。おい始めていくぞ。おいお前ら、おい面白いらしいじゃん。面白いらしいっていう推しの子ってこちら漫画あります。アイドルの話です。僕がねアイドルオタクを中1の頃からやっておりまして、もう17年ぐらいになるんですか。そんなアイドルファンがやったらどういう感想いたくのっていうことで、推しの子読んだことある2人は？ないんですよ、うん、俺1巻読んで、あら珍しい、うん、どうだった面白かった？面白かったね。あのねアイドルをこういう目線で見てんだなと思って、アイドルファンって素晴らしい。あ素晴らしいって言うか、うん、あそう。いや俺はそうだった、まあ後でちょっと話すけど、うん、あの俺はすごい共感した。そうそのファン層に。ってことでね、ちょっとじゃあ推しの子、まずじゃあどんな漫画なのか概要。今ヤングジャンプ、ジャンプラスで絶賛連載中です。まだ今年次に来る漫画大賞コミックス部門で1位を取ったと。すごい。ああすごいよそれ。あの何この大賞、もういっぱいあるねこういう大賞。正直わかんなくなるけど、あるけど1位はすごいよ、まあ、そうそう1位って言ったらもうそれでもすごい、視聴者投票だったりしたから、もうみんなが選んだ1位です。なるほどね、うん、で今、まあ、原作赤坂赤先生、あのかぐや様を描いてる人が原作原案、まあ要は話ストーリーを作ってるのは赤坂先生、漫画を描いてるのは横槍めんごさんっていう、クズの本会とかでちょっとエッチなねあれを描いてた人が絵を描いて担当してます。今度は推しの子って聞いてどんなストーリーだと思うっていう。いやもうそれは自分が推してる子っていう、もう単純な。うん。そうなるじゃん。うん、なりますね。簡単なあらすじ。1話のネタバレにはちょっとなっちゃいます。はい。1話だから許して。田舎の産婦人科医の五郎っていう人が、男がいます。うん。青年。で、研修医時代に難病で闘病してた女の子が、愛っていうアイドルのことを好きだったの。で、その影響で、その五郎も、あの、熱狂的なファンになります。そんなある日、産婦人科医五郎のところに、16歳の若さで双子を妊娠して、でも秘密裏に出産したいですっていう子が現れるのよ。で、それがなんと、推してたアイドルのこの愛なの。愛妊娠した。そう、推しのアイドルが、推しのアイドルが妊娠してた、うん、おい。で出産医どうしようっていう、まあでも推しのアイドルながら彼女強い意志に胸を打たれて出産後を隠し通すっていうアイドルの決断にすごい同意する、うん、でいよいよ生まれるぞっていう時に、うん、ゴロは何者かに刃物で刺されて死んでしまいます。ゴロマジで。再び目を覚ましたゴロはなんと愛の息子に転生してるっていう。だから、推しの子になるっていう。あ、そういう意味ね。ダブルミニング。推しずチャイルドね。そう、推しずチャイルド。ダブルミニングだ。めちゃくちゃ夢の設定じゃん、そうなんですよ。子宮から生まれたいとかさ。あ、そう。よく言ってんじゃん。もうよくネットとかでさ、それこそ、まあ、アイドルとか女優結婚した時みんな言う。今死んだら新垣結衣の子供になれるかもしれないぞ、みたいな書き込みみたいな。してる。でもまあ、ネットでは結構上等句というか、そうだね。それを実際物語にしちゃいましたみたいな。言っちゃったんだ。うん。それを面白くしてるっていうのはね、すごい。で、その、ハマったきっかけなんだけど、ファンでありながらさ、産婦人科医である主人公が、君に好きな子がいても僕は応援し続けると、うん、でも君が子供を産めばより高めに羽ばたいていく姿は見えなくなるだろうっていう葛藤があるのよ。なるほど。要はアイドルファンとして妊娠したらさ、もうスキャンダルとして、もうアイドルとしてはもう良くないっていう烙印が押されちゃう、うん、アイドルとしてこう高めに行けなくなっちゃうから応援できないみたいな、うん、その葛藤がね、もうすごい共感、うん、そういう風に描いてくれたのすごいなっていう。もうな、恋愛云々とかじゃなくて、うん、恋愛感情云々じゃなくて、うん、個人のね、その恋愛になんないのよ全然、うん、だから子供になるのね、うん、でもお母さんのおっぱい飲まないの、びっくりしちゃったもん、おっぱい飲まないところをどうやって大きくなったんだろうって、アイドルファンって。いやいや、それお母さんが飲むから、普通のお母さん。そういうことなの。まあ、そういう視点でも面白く読める先なんですけど、まあ面白、アイドルファンから見た推しポイントということで、ね、あ、どうだったんだこれ、そう、実際に語らせていただきます、うん、まず第一に、アイドルファン関係ないですがシンプルにストーリーが面白いです。これはアイドルファン関係ないです、関係なかった、シンプルに面白いです。推しの子供になった主人公、うん、っていう設定だけ聞くとさ、なんかドタマタコメディっぽいじゃん、すごい、まあ、そうなんていうか、描かれそうなんだけど、ただの転生コメディじゃないぞっていう。ああ転生もよくある、あのね、ジャンル分けで言うとめちゃくちゃ難しい、この作品は。まあそのまあラブコメ的な要素はあります、言っても、うんうんうん、と芸能界のお仕事者としても描かれるし、うん、刺されてますから、うん、まあそうだよ、誰なんだ刺したやつ、ミステリー要素もすごいある。でもそれは結構主軸だったりするんで、もう本当にジャンルレスです。そうね、全部面白そう。で、この推しの子っていうのは章立てになってるんだけど、うん、1巻でもう第1章は終わるんですけど、で、それが主人公が死んでから赤ちゃんの間の話。で、あの、2章以降は、双子の男女で生まれてくるんだけど、その妹も転生してきてる子なのよ。あら！で、彼女のアイドルサクセスストーリーとかにも繋がっていくし、ジャンルレスなんだけど、もうこの1本のね、この愛っていうカリスマ的なアイドルが軸になって重厚なストーリーを楽しめるっていう、今もう5巻まで刊行されてるんだけど、もうすでに第5章です。
だからこのスピード感すごい。あ、そうだね、確かに。一章で一巻って感じ。そっか、そっか、そっか。っていう意味でもシンプルにストーリーは面白いです。これはアイドルファン関係ありませんでした。はい。が、もうここ、ここです。アイドルは偶像っていうアイドル像をちゃんと提示してくれてる。どういうことなの？あの、まあ、アイドルを描くってなった時に、要はもう純粋なアイドルとか、まあ、実は裏では汚いですよ。そういう風に描かれがち。ああ、そうだね。どっちかだよね。そう、極端に描かれる、アイドルって。なんだけど、この愛はね、出産もするし、隠して活動を続けるっていう選択をするんだけど、まだ産婦人科医だった主人公に決意表明するときのセリフ、うん。アイドルは偶像、嘘という魔法で輝く生き物、嘘は愛なんだよって言うんだよ。これはね、本当にリアルでありね、もう真実だと思います。嘘をついてほしい、本当にアイドルには。そう。あのね、嘘つきますっていうアイドルが正しいっていう描かれ方をしてるっていうのがいい。個人的にはね、アイドルは本当に偶像、嘘でもいいから、突き通して元気をくれるものがアイドルだと俺は思ってるから。目的がめっちゃ大事みたいなね。うん、そうだね。ね、うん、で、でもまあ、嘘っていうのが愛なんだっていう感覚でずっと生きてた彼女なんだけど、要は子供ができたわけで。うん。そこに本当の愛見出せんのっていう人間ドラマとしてもちょっと楽しめる。なるほど。うまい！すごい！いいじゃん。その辺も楽しめるんですよ。もういいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。で、まあ本当に、まあ、人間としてのアイドルもきちんと描けてますよってことです。そこに胸を打たれたっていうのもありつつ、こちらですね、もうリアルすぎる現代アイドルの切り取り方がすごい。本当に。これも結構衝撃的なセリフだと思うんだけど、アイドルを夢見るのは構わないけど、アイドルに夢を見るなよっていう。あの、妹がいざアイドルを目指すぞってなった時に、主人公が言うセリフなんだけど。なるほどな、うん。基本的にめっちゃ発球。しかも30前で定年。まあ、スポーツ選手とはわけが違う。現役時代短いのにめっちゃ発球だから。ああ、そういうこと。決めとけないね。そう。卒業後、業界生存率なんてもう皆さんご存知の通り全然低いじゃん。確かに。それでもアイドルを目指す各々の理由とか熱量とか、うん、まあ、逆にアイドルに夢見て入ってる人、うん、入っちゃった人も描かれてたり、うん、この辺がね本当にリアリティがあってすごいいいなって思う。あー、いいわ。ちょっとうぜえやつ出てくる。あー、そう、出てくる、ちゃんと。あー、いいわ。で、しかもしっかりね、現代のアイドルをちゃんと描いてるってのがすごいなって思って、ネットの反応を見るなっていう時代は終わったっていう。ネットマーケティングを怠った人間から脱落していくっていうセリフがあって、あ、めっちゃネットを今大事だよってのちゃんと分かってる。なるほどね。批判とか見ない方がいいよって時代じゃなくて、うん、アイドルものだとさ、めっちゃ努力して、踊りめっちゃ練習しました、歌めっちゃ練習しました、うん、なんか売れましたみたいな。うん、そうじゃない。ちゃんとバズらせようっていう考えをいろいろ頑張って考えてる感じ。で、最近のバズり事業もちゃんと言及されてて、ネットでまず顔売ってファンつけるのが先でしょっていう、曲とか出すよりも。で、まあ YouTube 始める。で、YouTube 始めるってなっても、顔だけでファンがつくなんて一握りだよ。だったらコラボが手っ取り早く顔売る方法だよって、もう本当に正解なんですよ。YouTube でもコラボすりゃいいから。そうなの。そういうことは、ススル TV っていう爆発的に人気なチャンネルがありますが。あれが伸びたのも、東海オンエア様々をね、はじめとしたコラボがありましたから。何を説明しちゃうの？てか、それ早く教えてほしい。そうだよ。いや、うちはコラボ、うちはコラボ。それは一言も聞いてない。とか、あの、炎上の起き方とか、沈め方とかも載ってるんで、うん、もう YouTuber とかインフルエンサーぜひ読んでください。すっごいリアルだね。まあ、個人的にめちゃくちゃだったのは、まあ、愛がめっちゃ叩かれてる時に、その子供たちが言うセリフなんだけど、有名勢とは、傷つけられる側が自分を納得させるために使うことは、であって人を傷つける免罪符に使うなっていう、それだ、すごい炎上した時にすごい、僕らは別に有名人とかじゃないから僕らまだまだ、ね、いや本当にそう思う。本当そうだよ。お前が使うんだよって、あのお客様神様パターンですよね。そう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 、お前が使うんじゃねえか、こっちだぞっていうね。そうだよ。俺もそう思うな。傷つけるのがあるからね。でもそれは面白いね。赤ちゃんが教えちゃう。そう、赤ちゃんが言うんだよ。赤ちゃんがこのセリフを言うんだけど。なるほどね。どうだったんですか結局。俺の考えるアイドル像とすごいマッチしてるし、その裏側も描かれてるし、ファンの目線からのこともちゃんと描く、もうその三角形、裏のアイドル、表のアイドル、ファン、すべてが俺です。あー、てか俺の思ってる通りのアイドルアイドルオタク大満足ってことですね。そう、そういうこと、そういうこと。矢崎が満足してるってことは、よく言ったそれっていうのがめっちゃ多い。大体のアイドルファン満足してるっていうことです。そういうことです。でも俺、まあ、アイドルファンとして今後どういう展開を期待してるかっていうと、まあちょっとネタバレになるから誰かとかは言わないんですけど、妹がね、アイドルグループ立ち上げて、その中の一人が自称アイドルと名乗ることすら恥ずかしいっていう状態から始めてんの、その子が。で、そっから私は新人アイドルってなって、ステージ立って、恋する相手がいて、そういうくせにステージ上から絶対あなたの推しの子になってやるっていう思いを抱くまでの流れ、まずこれ最高でした。はい。で、その相手との恋になるのか、推しのままなのかっていう展開がまず見どころです。なるほど、ね。うん。そういうドラマもありつつ、YouTube を始めるってなった時ね、この妹の方は、嘘は嫌だって言うんだよ。
愛との対比に多分なってるんですよ。愛は嘘は愛だっていうタイプだった。で、妹は結構、もうすごいまっすぐな子で、嘘は嫌だっていうタイプなんだよ。で、妹がアイドルやっていくにあたって、その愛との違いで、どういうアイドルになっていくのかっていうのが、アイドルファンとしては、そこが一番見どころだと思ってます。なるほど。アイドルに要は嘘は必要なのか、まあ必要じゃないのかっていう話になってくるし、今はすごい共感してますけど、それを裏切ってくる展開でも面白くなるかなって思う。なるほど。作品のテーマが変わってくんじゃないかみたいな感想もあるよな。で、もう見どころ満載です、本当に。本当ジャンルです。もう全員読めるだから。まあ今のところ、俺です。それが一番イラつく。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録や Twitter のフォローもよろしくお願いします。というわけで最後に、アイドルあるある最近のアイドル、下ネタ、誰か芸人がいた時に、こう映された時に、笑ってた方がむしろ好感度上がりがち。こう首かしげるよりも、笑った方が好感度上がりがち。ああ、いいよね。気をつけて。勉強になるな。